何する？何する？いきなり泳いでもいいし、海の家でゆっくりしてもいいし、岩陰で二人きりの時間を過ごしてもいいし。そうだね。あれ、楽しくないの？別に楽しいけど。本当に？にしてはさっきから携帯ばっかり見てるけど。いいじゃん、仕事の連絡だし。海に来てまで仕事？仕方ないでしょ。私ちょっと電話してくるから、好きに過ごしてたら。そんな、俺は二人で海を楽しみたかったのに。立っちゃった。失恋フラグちゃんってことは。そう、モブ君とあの女の間に失恋フラグが立ってるわ。せっかく海に来たのに最悪だ。帰ってよ失恋フラグちゃん。そういうわけにはいかないのよ、これは運命なんだから。だからモブ君、今回の恋は諦めて、おとなしく私に乗り換えない？そんなの無理だよ、俺にはモブミしかいないんだ。こうなったら告白してやる。ちょっと待ってよモブ君。モブ君ってば、相当あの女のこと好きみたいね。ってなんでフラグ回収に来た私が失恋してるのよ。いえ、もっと魅力的だったらモブ君も振り向いてくれるのかな。お嬢ちゃん、お悩みかい？誰？恋の悩みなら解決してあげよう。大丈夫です。残念だの、わしの魔法にかかればとても美しくなって恋もうまくいくだろうに。本当に？魅力的になってお目当ての相手も一コロよ。しかし、お願い、その魔法を私にかけて。いいのかい？うん、よかろう、そなたの願いを叶えてやろう。マミマミマミハァ。モブ君のためなら私。はあ、モブミにしつこいって言われて振られちゃったな。立ちました。え、今度はフラグちゃん？俺死亡フラグも立ってるな。まさか失恋のショックで。いや違いますね。違う？今回はモブーさんではなく失恋フラグさんに死亡フラグが立っています。どういうことでしょうか？失恋フラグちゃんに？さっき会ったけど、そういえばどこ行ったんだろう。モブくん！あ、来た来た。なんだ元気そうじゃん。死亡フラグなんて立ってないんじゃないの？どう？私魅力的になった？失恋フラグさんが人魚になってます。どう？イメチェンしてみたの。いくらなんでもチェンジしすぎです。ちょっと大胆で恥ずかしいけど、海だしいいわよね。いい、めちゃくちゃいいよ失恋フラグちゃん。モブ君が私のこと気に入ってくれた。この人胸しか見てませんよ、気づいてください。あれ、なんだか嬉しくて体の奥から歌が湧き上がってくる。ラララララ、はあ、なんて素敵な歌なんだ。え、こんな魅力的な人と出会えるのを待っていた。無謀さん、一緒に泳ごう失恋フラグちゃん。あ、ちょっと二人とも待ってください。人なんて見苦しいわよチンチクリン。いや、そうじゃなくてですね、どっちが早く泳げるか競争しよう。しようしよう。モブ君と一緒に海で遊べるなんて最高。てかデート、これデートよね。失恋フラグさんの歌を聞いてからモブさんの様子がおかしい気がするのですが、失恋フラグさんに死亡フラグも立っているし心配です。てかこの姿めちゃくちゃ早く泳げるじゃない、気持ちいい。楽しいねモブくん。あれ、しまった、モブくんは人間の姿のままなのに早く泳ぎすぎちゃった。戻らないと。え、網、何これ。まんまとかかってくれたの。え、人魚の一本釣りじゃ。ちょっと、ここから出してよ。ダメに決まっとるだろう。このためにお前を人魚にしたんだから。え、どういうこと。人魚の肉を食べると若く美しい体を手に入れられるという。だから貴様を食べてわしも若返って美意でバクモテするんじゃ。バクモテって、てかそんなの絶対嫌なんだけど。お前の気持ちなんぞどうでもいい。さて、どんな風に料理してやろうか。あれ、俺何してたんだろう。やっぱりおかしくなってたんですね。え、俺どうなってたの。失恋フラグさんの歌を聞いてから失恋フラグさんに夢中になってましたよ。マジで？
そんなブワカな。とにかく失礼フラグさんは死亡フラグが立っていて危険な状態です。早く探し出さないと。あ、失礼フラグさんの声です。あの岩場の方からだ。行ってみましょう。叫んでも無駄じゃ。すぐに刺身にしてやるからな。私を刺身に、絶対よ。失礼フラグちゃん、大丈夫？くっ、邪魔が入ったか。失礼フラグさんを解放してください。そうはいかん。わしはこいつを食べて若返るんじゃ。お前たちがそこから一歩でも動いたら、この人形を切り裂くぞ。やめて。相手は本気みたいです。どうします、モボウさん。そうだ、失礼フラグちゃん、歌って。歌？歌ってどういうこと？いいから俺を信じて。モブくん、わかったわ。フラグちゃん、海に飛び込むよ。はい。ラララララ。はい、どうですか、モボウさん。どうやらうまくいったみたいだよ。かわいいの。そうかしら。目に入れても痛くないわい。そうじゃ、小遣いをやろう。そんな悪いわよ。歌の効果で孫みたいになってますが。おばあちゃん、お小遣いはいいから元の姿に戻して。わかったわかった、あんたの頼みなら何でも聞くわい。あー疲れた、ひどい目にあったわ。でも、よかったんですか？人魚のままなら、歌の力で無謀さんを。いいかな。確かにちょっともったいないけど、やっぱり私は洗脳されたモブくんじゃなくて、いつものモブくんが好きだから。お願い！一生のお願いだから別れないで！いや、無理。待ってよ！ちょっとモブくん！失恋したなら、私が慰めてあげる！失恋フラグさんは、強いですね。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。